あんまりこう、まあそれは俺が死んでから誰かが本作るってなって、じゃあリフォームとマイハウスのこう混ぜ合わせたやつを作るっていうふうになったとしたら、俺はもう死んでしまってるから、それがカタログになっちゃないの？ああ、なるほど、なるほど。あ、うん、面白いですコね。ントロールできないもん ね。はいはいはい。この写真のイメージとこの写真のイメージがいいから、じゃあ隣合わせようとかさ、俺もう「えこんなの嫌だよ」ってもう言えないじゃん。本人のコントロールじゃなく て、あ他人の編集になるあ、のまあ他人の編集、まあ俺が生きていてもで。他人の編集が悪いとかそういうことではもちろんなくね、はい。うん、なんかこうコントロールしようがないっていうか、俺の同意を得ようがないっていうかな。だからリフォームをまたリフォームとかね、それはさ面白いは面白いんだろうけど、でも俺としてはあんまり好きじゃないかな。まあ、作家の意図が入ってるのはコントロールするのはこっちの方ですね。の方がいいかな。写真作品だって自分でプリントして自分でコントロールしてるわけだから、自分のネガを誰かにやってもらおうってあんまり思ってないし、やるんだったらばっちり指示してやるっていうかな。じゃあ本見るか。というわけで、出来上がりましたので、おお、できたね。初めてですね。なんか触り、前とちょっと違うね。前のやつも出します？鼻切れ、ピンクだね。ピンクですね。前のやつこれか。こういう感じだね。で、こうだね。遊び心逆にね、逆に行ってしまうっていう。この色なんかすごいいいな。ですね。これね。これいいですね、これ。やっぱ黒く締めてよかったな。はい。大変よくできました。もう発売開始します。写真集とは、まあ今回マイハウスがあってそのリフォームっていう感じで作ってるから、まあお題があって、それでまあ手本というかな、それに対して差し替えをやってるわけで、でもまあ無数に選ばれるか可能性の写真はいっぱいあったんだけど、その中から1個を選び出すっていう、その作業を、まあこの並びももちろんだけど関係性ね、でもこの関係性とか、まあいろんな関係性、順通りの関係性に限らず、とびとびの関係性とか、こっちとの関係性とかね、なんかそういうのを見て、まあ写真を選んで、でプリントを作って、まあその色とかもこの感じにするんだったらこういう感じの色にしようとか、なんか全部一個一個をこう、なんていうのかな、決めていく、写真を決めて色を決めてっていう感じで作った形がこの形になって、印刷ももちろん立ち会いに行ってるからフレッシュな感じではもちろんないんだけど、やっぱりこう閉じられるっていうかな、本の形になると初めてこれが物として存在したっていうかな。このペラの形だと、まああくまでもこれは、印刷本ちゃんのやつはこの表紙を使ってこれが形にしてこれになってんだけど、でもやっぱり全然違うっていうかな。だからなんかそこが面白い。写真集は写真集の役割、写真は写真の役割、同じコンテンツを使ってるはずなんだけど、そこがこう自分の中でコントロールして分けていくっていうかな。そんな感じですね。っていうさ、美術のカタログ的なものってやっぱり印刷がすごい難しいと思う。でも写真集の場合はこう写真を使って印刷するんだけど、ある程度自分でコントロールできるっていうかな。
写真作品とちょっと話すっていうかな、違う感じにもしちゃう、はい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 、印刷の方が良かったら印刷の色の方が本にとってはいいから、写真からちょっと色は離れてしまうけど、はい、でもこの本にとって有効だったらそれはそれで、はい、本は全部並びだから、はいはい、関係性があるから、はい、そこはなんかやっぱりすごい写真家が写真集作るっていうのはそこが、うん、俺としては好きなとこだけどね、はい、はい、まずこれ欲しかったねあーいいなこれやっぱり、うんうんうん、ゴダールの映画みたいな、ハードルに入ったらいいですね、うん、これで本作って欲しかったんだけどね、表紙、あーなるほどなるほど、うん、なんていうの、一応紙もったいないから、はいはい、その上にもう一回スチマーってやるね、なるほど、でその時に、うん、これは一冊だけ表紙にできねえかって村田さんに聞いたんだけどダメですって、あ、ダメですそれで擦れなかったのが、はい、これかっこいいよね、うんうん、あの、うん、なんかリフォームの文字のところちょっと、あ、なんかいいよな、ちょっといい感じですね、あ、なんかこれは一冊、あとで俺手製本で作ろうと思ってさ、あー、ちょっとこうスペシャルや、うん、スペシャル版が、うん、カバーつけるっていうかな、はい、それでやろうと思って、はい、うん、ぜひぜひ、あ、はいはいはい、はーい OK です、はい、撮影をして終わるんですね、そう、俺は編集してないから、うん、そうなんですね、俺は編集してないから撮られただけだからめっちゃカタログの違い面白かったですね、うんうん、カタログね、うん、これ流れてるんですか、もう流れてます、流れてるんですか、皆さんこんばんはいいんですか、これもう始めしまって、はい、これ俺は見れないの、モニターはあります、ありますあります、ああ、あります、見ようと思えば 見れます、ああ、それ佐藤さん使ってないの、大丈夫なの、はい、もうこれ録画用なんで、ああ、うん、じゃあこれでやるの、慣れちゃったけど、ああカメラ見たらこんな感じです、皆さんこんばんは、もう、え、なんかもう 私が始めていいんですか、いい、大丈夫ですか、お願いします、ありがとうございます、今日は熊谷誠二さんの、新刊リフォームの刊行を記念してトークを、はい、対談をゲストに呼んでいただきありがとうございます、よろしく、もうなんで私なのか、あの1時からの柿島さんのやつも見ていたんですけど、なんで私なんだろうって余計に不安を覚えたんですけど、大丈夫ですか、ね、大丈夫大丈夫、全然大丈夫ですか、うん、本当に大丈夫ですか、いつも通りでいいよはい、うん、ちょっといつも通りに、まあ、していこうかなと思っているんですけど、皆様、私のことも知らない人も多いかと思いますので、改めて、ご紹介というか自己紹介したいと思うんですけども、東京吉祥寺の井の頭で写真集専門のお店を経営しております、黒崎由衣と申します。ただの写真集オタクなだけなので、本当にこの場になぜいるのかが未だによく分かっておりませんが、まあ、オタクだからいるんじゃない、はい、あの写真集を見る専門のオタクですので、うんうん、熊谷さんと、対談をさせていただける機会を設けてもらったことに内心はウハウハしているんですけども楽しいちょっと動画になるのかはちょっと別の話なので、皆さんついてきていただけると嬉しいです、はい、はい、もうなんか色、なんか視聴者さんはで来ているんですか、来ているんですか、大丈夫ですか、今ちょっと集計途中です、はい、同時視聴が19とか出てます、はい、YouTube でご覧のお客さんたちはコメントを残せるんですかね、コメント、はいはい、鈴木裕二さんとか来てましたね、あ、コメントいただければ質問をしていきますので、熊谷さんにも、うんうん、ぜひコメントいただければと思います、YouTube のコメント欄がよくわかんないっていう方はブックオブスキャラの Twitter だとかに直接質問をしていただいても問題ございませんので、ぜひちょっとここのもうちょっとここ説明してほしいだとか、熊谷さんに写真集について質問等ございましたら、YouTube のコメント欄と、ブックオブスキラさん、ギャラリーリュウリュウさんの各 SNS で質問を投稿していただければ嬉しいです、はい、
熊谷さん、はい、あのちょっと事前に写真集いただいたんですけど、うん、絶賛公開中です。絶賛公開中ね。公開しております。ああ私は間違えたんです。ああ見方を盛大に間違えたんです。ああ例えば、いや本当にそのベースとなるとこあの本当に今あの写真集まだお持ちでないお客様の方が多いっていうことなので、皆様本当に私のようなミスを起こさないためにもお伝えしておきますけどもあのこのリフォームまず1ページ目からしてあれって思ったんです。気づいちゃったんですよ、うん、ちょっとで開いていって、うん、あ、うん、ええと思って、うん、リフォームを最後まで見ずにマイハウスをこうやって並べてこうやって見ちゃったんですよ。こうこうこう、わかります、うんうん、わかります。もうリフォームとマイハウスをテーブルにこう並べて1ページ1ページ開いていっちゃったんです。いっちゃったね、うん、一気に富士山の山頂登っちゃったんです、うん、私、うんうん、行っちゃったんだね。これはやっちゃいけなかった。そうだな。そうした結果、うん、リフォーム単体で見ることができなくなりました。もうそうなんだよね、はい、あの本当にあのやめてください、うん、リフォームはリフォームだけで見た方がいいね、はい、1回目はね。なのであのこの箱セット、うん、今ここに写っておりますけども、箱セットお買い上げのお客様ももともとリフォーム、マイホームマイホームをマイハウスを持ってた方もうそれでリフォーム買ってよっていう方もね、あのこれから新しく買う方 もう箱セットもね2冊セットもあの当店でもお売りしますが、あのリフォーム単体だけで、ね、マジ、うん、本当におすすめどころかマジでやめてください、うんうん、これは制作の時に俺何回もやってたんだけど、はい、それは必要だからね。そうですね、うん、あれはそうですね必要だと思います、うん、でそのなぜそれが面白いかっていうのは今日は絶対話しません、うんうん、絶対話しません、うん、でも多分マイハウスをめちゃくちゃ見込んでる方はきっとリフォームを見て、うん、あれ、うん、うわーってなってってもう最後まで見る気持ちにならずにマイハウス持ち出すと思うんですけどマイハウス持ち出すと思うんですけども、ね、うん、マジでやめた方がいいです、うん、そうだね、本当に後悔しております、うん、あのそれぐらい熊谷誠司はやってしまったんですこの店、うん、これ、うん、やってしまいました。今までもうねあのここにあの熊谷さん の私 のいつも研究している資料があるんですけど、多くの写真集を見てきましたが新しいですね、うん、新しいことしちゃったって感じです、まあ、今の時代にできる感じのことを、はい、全て入れたっていう感じかな。あ、なるほど、うん、確かにそうでもあるし、あの今までの熊谷誠司っていう写真家っていう傾向とはまた別のジャンルを持ち出してきた。それは出てきたね、はい、うん、びっくりしました。持ってはいるっていうかあるんだけど、はい、使ってなかったコマを、はい、結構使ってるね今回は、はい、うん、アービットかよみたいな、うん、ちょっと、まあ、今ちょっとヒントを出しました、まあ、もうこれ以上話しませんけども、うん、もうユーモア、うん、そのユーモアにたどり着くにはこの2冊が必要なので、うんうん、あのリフォームだけではそこはいけませんので、このねもうこれどっちもセットで絶対見た方がいい、もう最終的にこの2冊セットで見た方がいいんですけども、うん、まずは1冊ずつ楽しむっていうことをした方がいい写真集、ね、の方がいいかな、はい、はい、うん、本当に後悔してます今そうだね、その見方はもうあの気づいてしまった2枚目でみたいな、いや早いな自分って思ったんですけど、うんうん、めっちゃに面白かったです、うん、本当に面白かったです。そうだから一番最初に会う感覚っていうかな、それは撮影に似てんだけど、はい、それがどういう状況であったかっていうかさ、はい、それを、まあ、要するに比較するマイハウスと一緒にやってしまうと、はい、っていうことだよね。そうです、そうだよね、はい、うん、各こっちのそれぞれの個性とか面白さにたどり着く、それが多分3号目5号目7号目ぐらいの話なんですけど、うん、ちょっとセットでこう見出すのは山頂です。山頂ね、だからピークに行っちゃったってことね。ピーク山に行ったんだ。もうエレベーターどころじゃなかったです。ああなのであの皆さん本当にあの絶対2冊で見た方が本当に面白いんですけども、
2冊同時見はマジで後悔するので本当にやめた方がいいということを、うんうん、この動画でお伝えさせていただきたいと思います。そうね、はい、うん、あでもめっちゃなんか笑える写真集って俺言ってたじゃん。めっちゃ笑いました。言ってたでしょ。でなんかハテナな感じだったじゃん、はい、その前の時は、はい、でもやっぱり笑えるんだよね。笑えるっていうかめっちゃ笑いました。めっちゃ笑いましたし、うん、いやもう、ね、1ページ目の、うん、あの遊び紙の、うん、あのめくって、うん、タイトル、うん、あれさずるいですよ。いやあれはちょっとずるいですよ。健介となんか話最終的に、はい、まあ造本のとこになって、はい、でマイハウスっていうのは、はい、マイハウス2回出てくるんだよね最初に、はい、でそれはなんで、はい、そこは説明しようか。はい、うん、イエーイ。だからマイハウスは、まあ、これは重要な見返しの紙があって、はい、ここははい、もちろんあの2013年に出したマイハウスの方です、うん、これ白いね。白いですね。だからここ見返しね、はい、で1ページ目、はい、遊び紙がめくる、うん、でマイハウス、はい、で熊谷誠司が入って次も入ってるんだよね。ここも強いじゃないですか。だからまあ、あのこっちね、はいはい、こっちのこういう絶対文字遊んでるじゃないですか。あ、そういう感じで気づいてたのね。当たり前じゃないですか。だからそういう意味として、はい、これ2回入れなんで2回入れたんだっけって健介と話してて、はい、あここの文字のあれの並びがこうだからっていう感じで、はいはい、あそうかそうかって俺はもう忘れてるからさ、うん、忘れてませんこっちとらこっちとら全然忘れてません。でだんだん思い出してくるね。あそっかだから2回入ってんだと思って、でそしたらここをまあマイハウスにしてリフォームっていう、まあ要するにここにマイハウス入れて、うん、はい、でこっちはリフォームにしようって話があったんだ。でもこう見た時にここが透けてたんだ。そうです、こっちマイハウス、うん、でこっちがリフォームの方ですね、うん、で透けてるってことはこれ、ね、ほんとずるいですよ、うん、もうね、そう考えちゃったんだもん。あのリフォームのこっちリフォーム、うん、こっちマイハウス、こっちを開いた瞬間にもしもう脳内バクったんですよ、うん、私どっち開いた、みたいなって、うん、だからまあ見返しの方に吸ってるから要するに印刷物ね、はい、でそっちは裏文字になるわけで、あのこっちのリフォームを開くと、うん、ここによく見るとマイハウスって書いてあって見えますか。見えるかな。でもこれってあ、そう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 、あ、見えた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 。これって実はこれ開くとなんていうんですか、鏡文字でマイハウスになるんです。だからなんかこのこなんかページ開いたこっち側にこのこっち側にマイハウスってタイトルがこの書いてあるんじゃないかって一瞬錯覚するんですよ、うんうんうん、このせいでなので一瞬で脳内がマイハウスの記憶になってしまって1ページ目、うん、1枚目の写真見た時に、うん、えってなって、うん、えこうやってって気づいちゃったっていう、うん、もうこれのせいです。私が最大にミスを犯したのはこのせいです。ドーンと来たのね、はい、うん、もう本当にもうやめてください。ああまあそれはもうなんか俺の遊びだからもうね、ああこれで遊ばずもうこうやって手の中で踊らされました。本当にやめてほしい。まあちょっとあのでもこのねあのこれ言ってるこのねもうやめてっていうのをちょっとこの見ていただければうんそうね、はい、なんかこっちは見せないで進める。あんまりあの大丈夫です、見せなくて、うんうん、もうあの、うん、進めます、うんうんもう本当にもうね聞きたいことが山盛りすぎて、うん、あの本当に収まらないから、うん、もう一番聞きたいとこからどんどん行くか。そうですね、あの、うん、いやでもちょっとあの流れでいく後悔はしてるんですけど、うんうん、こう見てしまって、うんうん、でもある意味2つセットで見せたら見えてきた世界がございまして、うん、ちょっと確認をしたいなと思ったんですよ。ああああいいよ、めっちゃ確認をしたいと思いまして、うん、なので今日お家からの自分の写真集も持って、うん、自分のあの私物の写真集も持ってきましたよ。持ってきたのね。持ってきたんです、うん、で、まあ、熊谷さんはご存知かと思うんですけど黒崎写真撮りません、うん、興味ないです、うん、
撮ることに。まあポラロイドちょろっと撮るぐらいかね。そうですね、うん、あのでももう撮ってないです、すいません、うんうん、本当にいいんじゃない撮んなくて。撮ることが興味ございませんで、うん、あの写真集が好きなんです。でもそれはその写真家さんのファングッズとしても買ってないですし、うんうんうん、まあ、一つの文芸である文芸書と一緒ですし、うん、まあ、映画を見に行くのと一緒ですし、うんうん、漫画買うのも一緒だしっていう中でジャンルで写真集が一番好きっていう話なんですけど、うん、なのでその写真をビジュアルで見てないんですよ、うんうんうん、この撮りたいからアイディアとしてとかではなく、うん、どう撮ってるんだろうっていうので見ていないです、うんうん、あの画面の奥の皆様、うん、もうちんぷんかんぷんだと思うんですけど、まあ、全ての、まあ、俺以外の写真に関してもそうだっていうことだよね、言い方としてね。そうです、うん、なので写真集をこうページを開いてる時にどういう感覚なんだろうって改めて言語化しようと思って数日考えたんですけど、うん、やっぱ会話してる気分なんですよ。熊谷さんいないんですけど熊谷さんと会話してる気分というか、うんうんうん、こんにちはもしもしってあそういう気分なんですかとかなんかこの、うん今どういう感じなんですかとか全部この出してくださってるので、うん、それとこう会話している気分でいつも写真集を見ているんですけども、うん、なので写真集はある意味その熊谷さん本人であり、うんまあ、熊谷さんそのまま、うん、町の妄想熊谷さんなんですけど、うんうん、まあそれは黒崎さんは俺じゃないからねはいそうですそうなんです、うん、でそのなんだろうあの私の妄想熊谷さんでしかないからこそこうやって対談いただけるのも楽しいんですけど、うん、でもやっぱりそのこうやって熊谷さんの今までやってきた展示だとかこれまで刊行してきた写真集とか見ていけば熊谷さんっていうその辞書言葉っていうのが増えていくので、うん、やっぱり見えてくる世界がたくさんございまして、うん、なのでこれを見ていてすごい楽しくなっちゃったことが一つございまして。おうおう何何熊谷さんのこれまでの写真集何出てたっけと思って見てたんですけど、うん、ハードカバーになってる写真集って、うん、ちょっとポイントがポイントっていうか何て言うんですかちょっと何て言うんですかターニングポイントだなと思って。ああそうね。だからまあターニングポイントっていうところで言うと今年ここで展示した目の喜びのためにそれはかなりターニングポイントで、はい、でその後に今回リフォーム作ってるから、はいあね、自分の感覚っていうかなその何をやるべきことなのかっていうのは、はい、それが話したいんです、まあ、明確になってんだよね全てやば、うん、今それ話していいですか、うん、いいよいいよ嬉しいです。ちょっと本当に今日何をトークしていくか事前に別に熊谷さんと打ち合わせをしていなかったので、うん、写真集の紙だとか製本だとかを話した方がいいかと思ったんですけど、うん、いやそこはいいんじゃない？あ、よかったです。この数日気づいてしまったことが楽しすぎてちょっとそれについてお話をしていきたいなと思ったら同じ考えでした、うん、なぜ作るのかとかね、はい、そういうことだよね。はい、うんまあ、本当に先ほどもお伝えした通り写真集は写真家さんのファングッズではないのでなぜ作るのかっていうところになってくると思うんですけどなぜさっきハードカバーがターニングポイントですよねっていう話をしたかっていうと、うんまあ、2013年マイハウスその前のタイトルページもそうですけど、うんうん、2015年のブライトモーメントとか、うん、2016年のタイムアフタータイムとか、うん、改めてちょっとソフトカバーハードカバーで見てた時に熊谷さんは描くタイプの写真さっきつぶやいてたやつねあそうですそうです、うん、じゃあ描く写真とその覗く写真っていうのを比較しようと思ったんですけど、うんうん、良い写真ってたくさんありすぎるじゃないですか、うん、時々なんか良い写真って何ですかって質問されませんか、うんうんなんかちょっといろいろありすぎて困るんですよ写真集好き写真集オタクとしては、うん、スナップも好きだし、うんまあ、ファッション広告も好きだし、うんうん全部いいじゃんと思うんですけど、うん、なのでいい写真っていうのは本当に写真の種類も豊富だし、まあ、カラーモノクロとかセピアとかいっぱいあるので、うん、もう本当に豊富すぎて決められんわっていつも思うんです、ねうん、じゃあ良い写真でじゃあ一体決められないだって種類豊富だからそのじゃあ
ちょっと写真をある意味ちょっとジャンル化することで目に見えてくる部分っていうのがあるので、うん、まあ、今日はちょっと描く写真と、うん、まあ、ちょっと対比で覗く写真っていう言葉がとても重要だなって、これをリフォームを見てて思ったので、ちょっとそれの話をしていきたいと思うんですけど、私の写真集の楽しみ方なんですけど、やはり比べるってことがすごい楽しいんですよ、うんうん、いつもやってるもんな、はい、うん、なのでこのリフォーム見てた時に、うん、あのギッディ先生、ああああ、ギッディ、ね、この写真集です、こっちの写真集です、あ、はい、これか、こっちが出てきました、あ、そうか、うん、なんでだろうって考えた結果、あ、描くだと思って、うん、なんて言えばいいか分かんないんですけど、写真集はその比べることでその楽しみ方も出てくるし、比べることでその人たちの個性が浮き彫りになってくるから面白いんですよね、うんうん、まあ、ギッディ先生は使ってる言語が日本語ではないので、うん、ギッディ先生と会話するためにはちょっとギッディ先生の言葉をちょっと勉強しなきゃいけないんですけど、うん、でもそのギッディ先生と熊谷さんは別ではあるんですけども、やっぱりその似たものがございまして、それがすごく面白いなと思ったので今回お話していこうと思うんですけど、うん、まずじゃあ描く写真とそのじゃあ比較する覗く写真なんですけど、うん、まあちょっと覗く写真でちょっとティルマンスを持ってきたんですよ、うんうんうん、ティルマンスとルイチ・ギッティの描く写真持ってきまして、あの覗く写真っていうのはまあ、ファインダー覗いてますよね皆さん、カメラで、うんうんうん、だからある意味カメラを使うっていうことでもあり、うん、古谷誠一さん の, インタビュー言葉でも残ってます通り、パパラッチ的な覗く、うん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 、こんな世界見たことねえみたいな、ちょっと見ちゃいけないのに見ちゃう的な、この覗くっていう2種類があると思うんですけども、まあ、覗く写真っていうのはある意味カメラのレンズを覗いてたからこそ見える世界だよねっていうのがあるんですよね、だからティルマンスの写真見ていると、もうカメラで覗いててすごい楽しい世界なんだよなと思うんですよ、写真撮らないのに、なんかそのある意味この言葉として違うかもしれないんですけど、狭いと言いますか、カメラのレンズとかそのファインダーありきの世界な気がするんですよ、でも顕微鏡を覗くとか、ファインダー覗くとかすごい楽しいのは分かるんですよ、で、なんか多くの人はそのカメラが好きで、写真が好きでっていう機材から始まっていくと思うので、やっぱりそのカメラを使う楽しさ、覗く楽しさ、でそのレンズを通した時の世界の美しさっていうのが楽しくて楽しくてしょうがなくて、覗く写真から始まっていくと思うんですよ、でも覗く写真ってある意味被写体の強さとか、被写体ありきの話になってくるじゃないですか、そうね、まあそこは常にそうなんだよね、覗く写真っていうのは、はい、はい、そこから脱却するっていうことを俺はやってるわけだから、はい、被写体は何でもいいんだわ、そうなんです、うん、そこと思ってまして、うん、全部 OK にしたのそこで、はい、うん、はい、でこの覗く写真とその描く写真があるなってこのリフォームを見てた時に思った時に、うん、熊谷さんある意味マイハウスで自分のある意味このやってて気持ちよい楽しい、うん、描く写真の方をやった、うん、けどその後の熊谷さん何やったっけと思って見てたら、イーチリトルシングとか、やはり覗く写真を中心としてるんですよ、うん、でもイーチリトルシングは縦位置ってのもすごい大きいんだわ、はい、それです、うん、それです、そこなんだよね、それです、うん、で熊谷誠二を紐解くときにやってほしい楽しみ方っていうのが、まあ、ここにあるんですけど、熊谷さんってなんて4つ5つぐらいの作品を同時進行してるんですよ、いつも、うん、撮り終わったとか自分でこのゴールがゴールってなった瞬間に写真集作り始めるので、実は撮影年がもう4つ5つ被ってる時があって、それがすごい面白いと思うんですけど、やっぱりこのマイハウスを観光した後っていうのは
覗く写真っていう1リトルシングを中心、うん、ベースとしていらっしゃって、うんうん、ある意味覗く写真って写真のベースだと思うんですよ、うん、そうね、写真っぽいっていうか、うん、記録であり、大体みんながそう感じることではあるよね、はい、うん、でその覗く写真1リトルシングを中心に、うん、例えばなんか真っ青にしてみるブライドモメントとか、うんうんうん、ちょっとあの眼鏡外してみた世界が良かったんだわ言い出すオーラだとかが始まって、うんうん、そのなんだろう描く写真が好きなんだけども覗く写真もできるし、うん、まあ、それ以外ももしかしたらあるんじゃねえかって探した8年な気がしまして、うんうんうん、そうね、まさにその通りで、うん、覗く描くは俺にとってみるとやってることは一緒だから、うん、あとはチョイスするだけだからね、それで変わるだけだから、はい、そこはまたなんだろう、はい、撮ってるものの感覚としては全部一緒なの、そこも全部一緒、はい、で、あ、今回の本は覗く、今回は描くって、まあ、そういう、まあ、言葉に当てはめたとすると、はいはい、今の2つの、まあ、2つだけではないんだけどね、もちろんね、はい、それがまた、はいはい、いろんな種類あるんで本当にこういう風になってくるのもあるんだけど、はいはい、うん、カオスみたいになるやつもね、そうです、そうです、で覗くと描くの大きな違いっていうのが、うん、その写真家とかその作家の脳でイメージしたことか、うん、被写体力かっていう話になってくると思うんですよ、うん、で、うん、あの民衆を導く自由の女神、移住のドラクロワの絵、うん、でなんか日本の J-POP さんのよくわからないあのアルバムジャケットにもなったそうなんですけど、すみません、あ、ドラゴンアッシュとかなんかそこら辺だっけ、はい、なんかわからない、すみません、私本当写真家と写真集以外の名前が本当にわからなくて、ね、本当にすみません、うん、こんなの使うんだわと思って、はい、ドラゴンアッシュじゃなかったかな、違うかもしれないけど、はい、なんかその、はい、うん、あのこの写真なんですけど、うん、ある意味これ絵なんですけど、まあ、スナップ的要素があるじゃないですか、うんうん、そうだね、でもこの描いたドラクロワはこのシーンを見て絵を描いたのか、うん、このシーンが本当にあったのか謎ってことですか、うん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 、もしかしたら同じような似たシーンを見て、うん、何ヶ月もかけて描いたのかもしれないんですけど、うん、それっておおよそドラクロワの脳のイメージじゃないですか、絵だからなおさらそうだよね、そうです、そうです、これがずっと止まって見えてるわけじゃないからね、はい、でこれはある意味スナップ的な、ね、なんか絵だと思うんですけど、うん、じゃあモナリザ、うん、こういうモナリザある意味ポートレート的な絵じゃないですか、うんうん、でもモナリザのその実はモナリザは男性だとか女性だとかいろんな説がありますけど、うん、本当にモナリザの顔をした人がダヴィンチの前にいたかも謎ですし、うん、もはやモナリザの後ろの背景、うん、渓谷みたいなのがよく橋みたいにかかってるよみたいな背景も本当にあったのかなかったのか、うん、ダヴィンチの故郷とかいう話も出てきてますけど、うん、まあ、やっぱイメージの話じゃないですか、うん、なので描くと覗くの違いは、うん、本当にそこの世界が目の前にあった覗くと、うんうん、描くは本当にこの写真その作家の脳の中のイメージで作られたものかっていう違いがあると思うんです、うんうんうん、でそのイメージを描くっていうのは、うん、ある意味その複写ではない、複写あの描くの方は複写ではないですよ、複写ではないです、あのイメージになってくるので、うん、その作家のあこの色が好きって言って最初タッチしてって、うん、でもなんかこうタッチしてこの重ねれば重ねるほど違う色になっちゃったり、うん、あでもこれでいいやと思ったりだとか、うん、やっぱり作家がこの作っていって好きな色とかになってくるじゃないですか、なんか変わる重ねる交わるっていうところが強く出るのが描く写真だと思ってるんですけど、やっぱマイハウスのこのリフォームのシリーズはその描く熊谷さんが強いその写真の種類というかジャンルの描く写真の方がすごい出てるなと思ったんです、なるほどね、はい、で軸は覗く写真ですよ、でけども描く写真ギッリ先生の、もうこっちはもうカメラありき覗く写真ありきなんですけど、ギッリ先生の写真とか見てると本当にあのそう、ね、描いてるなみたいな、絵描いてるのかなっていう、なんかもうギッリ先生の目の前にあった世界なんですけど、もちろんギッリ先生の目の前にあった世界を撮られてると思うんですけども、なんかカメラ覗いて写真撮ってるってよりも
ほんとこのギッディ先生が色を重ねて色を塗りつけて、この色が好きなんだよね、うん、この線が好きなんだよねって描いてる感覚に近いなと思って、うんうん、まあなんだろうね、ある意味ギッディをすごい構成してたっていうかさ、はい、そうですね、あ、計算してたっていうか、はい、配置してた、はい、そのカメラをどこの位置に置くのかとか、はいはい、どこの角度で見ていくのかとかさ、はい、それはすごい俺の中では、あ、すごいこの人は緻密だなっていうのが思うね。でも、描かれてる世界っていうのはものすごくこう凡庸な感じに一見見えるんだけど、うん、何か掴むものが、自分の何かを掴んでくるものがあるなっていうのを、うん、一番最初に見た時に思ったのね、はい、だから、あ、この人の写真をずっと見てよと思って見てんね、はい、でもさ、真似しようなんて思わないね、はい、それを一回全部取り込んでから、出すっていうか、ソウルライターもそうだ、何でもそうなんだけど、はいはい、今はそれ俺ティルマンズでやってるから、はい、来年の展示のために覗くになるかもしれない、うん、だから来年の展示は両方のイメージが入ってくる。おー、だからまあ要するに そういう感じのやつをダーッとこう行くから、はい、うん、なんかそのスプリング2011とかは別ですけど、うん、なんかソフトカバーは覗く写真が多いなと思って、うんうんうん、ハードカバーは描くが多いなと思って、うんうん、あれ、住み分けてんのかな、それはちょっと違うのかな。いや、全然そこは初めてかな、なんか意識はしてないけど、言われてみるとそうだねっていうのも分かる、はいはい、うん、めっちゃ面白いと思って、うん、なんかこのすごい、私が言っていいのか本当おこがましいってか、お前が言うなよっていう形なんですけど、本当に本当に先に謝っておきます。あのリフォームを見て思ったんですけど、いや、熊谷さんなんか、なんもう言葉が出てこないんですけど、いい言葉が、単語が出てこないんですけど、成長したなというよりも落ち着いたなというか、なんかこのマイハウスの方は矛盾が見えるんですよ、うん、私は。あ、なるほどね。なんかその地名関係ない言うてるのに、写真の下に東京とかパリとか言ってるので、ない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 、どっちどっちどっちっていう気もするし、うん、どっちに見せたいの、何が見せたいのっていう、うん、ある意味この当時2013年っていうのが、うん、もう本当にこのカメラありきの話が強くなる、覗く写真が強くなる前後があるので、うんうんうん、描く写真やりたかったのにっていうことなのかとも思いつつも、うん、そこでその後その覗く写真と描く写真をたくさんやってみて、うわ、すごいところに登ってきたんだなと思ったんですよ失礼な話です、本当に失礼、お前が言うなみたいな話なんですけど、うん、いやでもそう、今の時点でそうかな、うん、あ、なんか分かったっていうのともまちょっと違うんだけどね、はい、違うんです、違います、うん、なんか今の時点で自分ってなんだろうって言ったら、これっていう風に言えるっていうかな、はいはい、今のワード言ってほしかったんですよすごい今感動してるんですよ、うん、勝手に。だからまあ目の喜びがきっかけだよね、それは。でも多分1リトルジンゴ終わってから自分のこと言い出したんですよ、うん、オーラとか灯火とか、ね、今までそのマイハウスとか、まあ、自分の話はしてるんですよ、でも、ね、でもどっか遠い感じだったね、遠い感じで、うん、まあ、その自分の話をしてるんだけども、その地方に行くと か、 なんか東京パリとか言っていて、自分の話ではなさそうな写真集にも見える、だからなんか本質的に言いたいことっていうのがすごく定まってきたこの数年で、でぐっと固まったんだなっていうのが目に見えたんです、この写真集で。だからまあ、さっき黒崎さんが言って比較しながらさ、はい、本は作ってるわけよ、はい、それは制作上こっちをベースとして新しい本を作ってるから、はい、じゃあこれに見合う写真はどれにしようかっていうのは膨大な写真の中から振り分けていくっていう作業はさ、うんうん、はい、やったのね、はい、でもこの本作った時に、うんうん、マイハウスをずっと見てて気づいたことがあるんだけど、はい、距離感が一緒なんだよね。そうですね、うん、そうですね。でさ、リフォーム作るにあたって、はい、ちょっと寄ったやつとかあったんだ、はい、2点あったのかな、はい、どうもこう見てるとさ、はい、こうマーケット見てると、
なんかそこだけ嫌な感じなんだよね、はい、違和感になんだよね、はい、あこの写真じゃないんだよなっていうのをさ、はい、まあ、だんだん具体的になれば分かってくるっていうか、そのまあテストピース見ながら選んで組んだんだけど、うんうん、はい、なんかここが気に食わないぞっていうのがさ、うんうん、どんどん出てくる、どんどんっていうかなんかその、うん、何個か差し替えしてるから、はい、でプリントしながら差し替えしてるから、うん、プリントしてこっちの写真の方がいいなっていうのが出てくるね、うんうんうん、だからそれはさ、おまあプリントをしてみて変えてみるっていうさ、うん、はい、ずっとなんかフィックスするまでに、うんうん、最終原稿を作ってる時にも変えてるからね。ああそうなったんですね、うん、印刷所に渡す原稿を作ってる時に一個決まんないのがあって、どうするかこれ何にもねえなと思って、はい、でまたネガを探し出すんで、はい、ネガを探してなんかいろいろそれらしいものを見つけてプリントしてみて置いてみて、うん、なんか違うよなっていう感じで、うん、でなんか最終的になんかすげえやつ見つけちゃったんだよね、うん、最終プリントは。なるほど、うんうん、それは言わない方がいいね。そうですね、ポエティックとかで見れるってことですね、うんうん、見れるね、うん、すぐ行きます、うん、マイハウスとリフォームを見比べていて、うん、まあ、一番最終的にグッと思ったのは、うん、骨組みは変わんねえんだよなっていう、その骨組みっていうのは並びとか構成とかではなくて、うん、熊谷誠治っていう骨組みが変わらないんですよ、うんうんうん、そうね、熊谷誠治であることは変わらない、うん、であとリフォームとか、リフォームしたとしても、うん、先の柿島さんとのトークでもリノベーションって言葉が出てきましたけど、うんうんうん、リノベーションでもリフォームであっても、うん、骨組み変わらないじゃないですか。そうなんだ、土地も変わらないので、うんうん、なので熊谷誠治であることは全然変わらなかったんですけども、うんうん、それにしてもリフォームした家の、うん、ちょっと耐震具合とか、うんうん、ちょっとそうだ安定感安心感が強すぎて、うん、なんでだろうって考えた結果これ並べてみて、うん、あ熊谷さん自分のこと言い出したなっていうのがすごく強く感じたんです、ね、うん、めちゃくちゃある意味まあ、ともし B だとかが、うん、オーラ熊谷誠治とも見ても面白いと思いましたし、うん、で目の喜びのためにも描く写真なんですよ、うん、描く写真だね、はい、バッチリ描く写真だね、はい、あそうなんです、うん、でこのつながりも面白かったですし、うんうん、だからタイミング的にいいタイミングで、まあこれはさ何年か前からリフォーム自体は企画として、はいはい、出したいっていうのはあったんだけど、はい、タイミングが良くなかったっていうかな、なんかその企画として持っていってなんかそれがダメになってとかなんかそういうのがあったりして、はい、でも今年出せてよかったんだよこれは。来年じゃこれ多分違うんだわ。そうですね、うん、目の喜びのためにの時にこの表紙にも自分の名前を入れずにタイトルのところにも自分の名前入れずに、うん、奥付けだけ自分の名前が著者名が書いてある、うん、その理由はもうそのもう目の喜びのためにっていうこの最初の数ページ行くとちょっとした詩が書いてあるんですけど、それ自身が自分だからっていう話で、うん、もはやもう熊谷誠治っていう4つの文字から4つの漢字からも飛び出して、うん、もはやもう熊谷誠治っていう4つの文字で構築せずに、うん、それ以外のものでちゃんと構築しだしているぞとは思って、うん、 そうね、それがめちゃくちゃ面白いなと思ったんです。だからまあ自分にも業もあるしアイデンティティっていうのも考えるんだけど、はい、それは自分自身を形成するもんだよね。はい、でも写真集にするときにはそれは一番いらないものの一つだから、はい、だからそういう実験をするっていうかな、目の喜びとか名前を入れないとか、はい、うん、だから本当このマイハウス2013年作ってからすごいいろんな道を歩いて、うん、もうちょっとあれこれ詰まったわっていうのでまた戻ってきてまた登り始めてまた下ってみたりっていう、なんかすごいいろんなことをすごいしてらっしゃるなって改めてなんかちょっと、うん、やってるね。すごいこの流れからのこれに行き着いたんだな感がすごかったです。なるほどね、はい、うん、でも私がアホすぎて最初に見比べる見方をしてしまったので、うん、もう何してんだよって感じなんです、うん、なるほどね、はい、うん、
あ、なんかちらっとあれはお客さんからコメント来てる質問とかですか。わ、なんかいっぱい質問ありがとうございます。私がベラ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 喋ってるのに。あ、違う、読みます、うん、読みますね。はい、え、これは一番最初20時。あ、こんばんは、楽しみにしてます、ありがとうございます。飯食ってますが聞きますね。いいね。はい、始まってます、楽しみに拝聴いたします。あ、木村明子さんです。おーおー、あんこちゃん嬉しい。黒崎さんがどう思ったのか聞ければ OK よ。ありがとうございます。泣ける意見だね。乗客だからめっちゃ嬉しい。これはやばいって言われたの。本を作って構成する上での楽しみなのかなと思いましたね。あ、ウィットあるのは楽しいよね、うん、まあ遊んでるだけだからね俺はね。本当に、うん、覗く人な部分が多いなと思います。あ、ね、覗く写真はやはりその日本写真史を見ててもとても根強く強い写真史の部類ではあるので、ね、まあ試写真っていうぐらいだからね。でしかもいいよって思う。やっぱりその人間的にやっぱ覗きたくなる気持ちもすごいわかるんです、うん、パパラッチはいつまでも経っても消えないですし、うん、やはりそのなんていうんですか、芸能人さんの誰々が結婚したとか、うん、そういうのも もちろんこの見たくなる、うん、人間的にね、うん、どうしても見たくなるのもわかりますし、うん、もはやその自分が経験してない、うん、世界を写真集見せてくれるので、うん、こんなことあったんだっていうのを、そうね、歴史的な縦軸でも見れますし、うん、その同じ年を生きているのに横軸でも写真集はいろんなもの見えてきて、うん、見れるので、やはりその覗くっていう面白さだって、うん、古谷さんのメモあるとかすごいのね、覗く面白いじゃないですか、うん、なので、あの荒木さんのセンチメンタルもの人んち あの新婚旅行を覗いている感じはやっぱりドキ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 しましたし、うん、面白いと思うんですよね。でもやはりその熊谷誠司がやってることはその被写体ありきとかその旅行ありきとかいうことではなくって、熊谷さんの脳内のイメージをどう出すか、それはカメラでシャッター切るっていうだけではないですし、そのプリント暗室の技術によってこの色を重ねたいとか、うん、この色にしたいとか、そうやっぱ描いているっていう行為の方が近いと思うんですよね、うん、そうだね。カラープリントを自分でやるっていうのは大きいかな。どこの色でもいけるから、はい、どうしたいのかっていうかさ、あと印刷に向くか向かないかっていうのも考えるから、はい、うん、そうですね、うん、この色出しても印刷出ないなっていうのはあんまり出さないか、諦めそのまま原稿作っちゃって渡してどこまでいけるかっていう感じでやるか。なるほど、うん、それを理解するっていうのはいっぱい本作ってきたから理解してる、はい、と思う多分、はい、うん、これなんかこのトークをする前にもう久々に熊谷さん自身もその出版社とか違う自分の媒体丸熊じゃないところから出すの久々だなと思って、それも聞きたかったんですけども、うん、それではなくなったなとも思って。そうね、はい、うん、だから、まあ、まあマイハウスが出版社から出してるから、はい、うん、リフォームにするのも出版社丸熊で出したくないっていうのがあったんだよね。なるほど、うん、それはなんかすごい思ったことの一つなのね。なるほど、うん、だからなんかそれも全部こうリフォームするっていうところまでいかないとっていうふうに思ったんだ。あ、なるほど、出せたは出せたんだよこれ、うん、そうですね、うん、でもやんなかったのね、うんうん、ちょっと土地と家建築物が変わっちゃう気もします、ね、うん、そうですね、うん、そうですね、それはなんかなんとなく思ってたそこは。あ、うん、なるほど、うん、絶対とは思ってなかったけど、これ誰かと一緒にやるもんだよねっていうかさ、家建てるのって一人でできないじゃん、はい、っていうこととかも全部ひっくるめて、そうなんです、うん、写真集は本当にあの一人で作ってきちゃうスーパーサイヤ人みたいなのもいるんですけども、うん、やっぱりちょっと一人で作れないところが多いので、うんうん、もちろんその製本所の人とか印刷所の人がいないと作れないものではあるので、うん、お、ハリーだ、今机の上に熊谷さんの写真集を山積みにしてあれこれ見ながら視聴しています。楽しい。そうなんですよ、もうね、あのね、マイハウス、あの、このリフォームもちろん一巡するじゃないですか、うん、見るじゃないですか、うん、これ5巡ぐらいできるんですよ、うん、
でからの気づいてますけど、うん、このつながりも気づいてますけども、うん、まあ、ちょっとこれを一人で楽しんで、うん、で次にこのマイハウスと見比べて、うん、まあ、10巡ぐらいできるんですよ、うん、あもう10周しちゃったってなるんですけど、その後もっと高度なやつ教えようか。いいんですか、うん、ありがとうございます。これ見てんじゃん、はい、これ見てて俺はこっちをイメージしてるからね、はい、こういう遠隔でこっちに飛んでるからね。あリフォームを、リフォームのイメージを見てるからね、はい、っていうことができるようになる。あ、そうできるようになります。私はもう何の意味もないけどね。あの私本当にあの写真集を全ページ記憶してるからこそ、そうだよね。あ、そうだよね。それはこそこの最初のページのせいでちょっと、うん、もう脳内がもう本当にチャンネルがおかしくなっちゃったんですけど、ぐちゃぐちゃになったね。あ、ぐちゃぐちゃになりました。でもそのぐちゃぐちゃになった後がまた良かったんですよ、うん、この混ざった時がすごい良くて、うんうんうん、どっちだったっけ、うん、ってなったのがすごい良かったんですよ、うんうん、あ、そうね、それもあるわ。作ってて、はい、あ混ざればいいなと思って、はい、物理的に混ざんないんだけど、はい、脳内で混ぜればいいじゃんっていう。そうなんですよ、うん、で熊谷さん、この前お店にご来店いただいた時に、まあ、リフォーム単体で見ても面白くなったわっておっしゃってたんですけど、うんうんうん、最初見てる時に嘘つけと思ったんですよ。あこれがないと全然なあなあ嘘つけと思ったんですけど、全然まあこれをベースに 俺、はい、プロセスとしては、はい、そういう風に作んなきゃできないからやってんだけど、はい、これ単体で独立するようにしてるからね、はい、でこの単体に気づいた時に、うん、この目の喜びのためにとか、うん、オーラ熊谷星人をまた見返した時に、うん、やっと熊谷さんが自分のこと喋り出したっていうなんか涙ちょちょ切れそうになりました、うん、やっと自分を残すのことに始めた。でもこれって試写真じゃないですよ、うん、自分のことを残すっていう試写真じゃないんですけど、うん、やっぱりそこは描く人なので、うん、血ではないところ、うん、私事ではないところを描くんだなって。あ、そうか、今の感じで言うと、はい、俺はその覗く写真っていうところで言うと、はい、洞窟の中にいたんだよね。洞窟、要するに覗くってことはさ、はい、こういうことでしょ、こういうことです。でもさ、全部が洞窟ってトンネルでもいいや。そうするとさ、全部覗いてんだよね。そうですね、そうです、うん、そういうとこにいたんだな。で出て行ったんだ。あ、出てきました、うん、出てきました、うん、そっちの方が近いかな俺。覗くっていうのはまあ物理的に覗いてるけど、はい、それよりも身体的にはトンネルから出たとか、うん、洞窟から出た。で世界はこんなに広かったのねっていう。なるほど、それちょっとかっこよすぎるな。あ、全然いいと思います。だって今コメントですね、うん、葛藤しながら作品作ってるアーティストもいるかと思いますけど、うん、熊谷さんはその対極かもしれません、うん、遊んでると言ってますが作品を見てて面白さもあり爽快感すら覚えます、うん、っていうコメントが来てまして。そうね、葛藤でもなんかこのっていうかさ、なんて言うんですか、俺さスポーツ見るの好きなんだ、うん、でもさスポーツ選手ってまあ要するにこう練習とかさ、うん、なんか高みに行くために頑張るじゃん、うん、それを写真でやっちゃいけないと思ってて、うんうん、それ やるとあなんかすげえ限定されるから。限定されます、うん、広い意味で入れないんだよね、うん、はい、あの自分の脳内のことじゃないことが巻き起こります。うん、だから本当に自分が今一番やりたいことをやるっていうことが、はい、をやろうと思ったのは、はい、目の喜びあたりからなんだよね、うんうん、去年の今ぐらいかね。もう12月だからね。葛藤しながら作品作ってるアーティストもいるかもしれないけど熊谷さんその対局、うん、でもめっちゃこの先ほどからお伝えしている通り、マイハウスからいろいろ右翼曲折いろんなことやらかした結果、うん、だからそれがある意味言葉として見ると葛藤かね。自分の中ではいろいろやるから、うん、はい、で、はい、基本的に矛盾してていいっていうところに俺はいるから。そうですね、自分が言ったことやってることが、うん、矛盾してても構わない、はい、とにかく進むっていうことなの。だってここだけの話ですけど、ちょっとマイク、あのマイクでこそこそありますけど、ここだけの話ですけど、数年前かな、1年前かな、1年半ぐらい前かな、熊谷さんもう写真集作る意味あんのかなとか言ってたんですよ、ここで、うん、あったよね、うん、写真集作る意味あんのかなぐらいにここでなんか言ってましたからね、うん、で黒崎がちょっとあの着火剤を出しまして、なんかルンルンで帰ってかれましたけど、
うん、すごいなんかこのいつもこのうちでお店展示してくださる時も在庫しに来たかと思ったらすぐお店から出てしまって今チェキ取ってきたわって言ってえ撮影しに来たのみたいになる本当にあの在庫っていう感じの熊谷さんなんですけどもずっとこの写真撮ってなきゃもう本当ダメな人なんだなって思いつつやはりその写真集作る気あんのかなみたいな写真集作る意味あんのかな今っていうやっぱその悩みを見ていたのでなんかそれもあってでリフォームが出てきた時になんかちょっと、うん、ってなって、うん、まあ人だからさいろんな浮き沈みとかさ、はい、考える時はあるじゃん、はいはいうん、だからまあそういう時期もあったんだなっていうのは、はい、そうなんだろうけど、はい、今は違うからいいんじゃないの、はい、そうですね、うん、ぐらいであの写真集見てる時もこう気づいたこととかを、うん、自分が気づいたことをふるいにかけてこうやってやって出てきたかけらあ出てきたって言ってまたそれをなんだこれなんだこれって見てもう一回ふるいにかけてっていうかけら探しをするんですけど、うん、それがすごい楽しくて写真集見てる時に、うん、でもなんか写真家さんもある意味そのいろいろふるいにかけてピース探してふるいにかけてピース探してっていうことをやってらっしゃるんだなっていつも思っていて、うん、なんかそのかけらのまとまりが写真集にはなってると思うんですけども、うんにしてもでもねこれを作ってる時に名作っぽい写真は結構外してったんだよねそうなんですね、うん、なんかこう誰かを想起するような写真名作シリーズこれは後からだねっていう感じでケンスケと言ってたんだけど、はい、確かに、うん、イーチリトルシングシリーズは、うん、あこれあれ、あれでしょっていうのはすごいたくさんありましたけど、うん、これはなかったですなかったっていうか影で入ってる例えばルイジギリの匂いとか、うん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 、誰かのとかあるのかもしれないけど自分の意識の中にそれがほとんどないんだよねないですもうだって熊谷誠司でしたもん、うん、なんかその何の香りも何もしませんでしたもん、うん、そうだね熊谷誠司ですって改めてこれが言いたかったのかな、うん、マイハウスの時もって思ったぐらいある意味このマイハウスより熊谷さんが言いたかったことが理解できたああまあそういう作りにしてるんだわまたこれがうん、うん、そうなんですねあのマイハウスってうーん色の感じもそうなんだけどなんかすごい変な色にしてんねカラープリントの時にそうなんですね、うん、でリフォームの場合はもっとはっきりした色っていうかな分かりやすい色にしてんねわざとそういうふうに 今現在プリントした時はこういう感じの色にするっていう色にしてるね。だから目の喜びのプリント方法とも違うね。なるほど、うん、目の喜びはこんな同じようなものが、まあ、両方に入ってたとしてもイメージがね、うんうん、でもプリントする考え方が違うね。目の喜びのくくりとリフォームのくくりは違うんだ、うん、それはカラープリントの時にやってて思うことでうん。そこはほとんどの人は何も分かんないと思うんだけどそれでいいと思ってる あんまりそこは、うん、ずっとプリントやってないと分かんない印刷も何回もやらないと分かんないことだから、はいはい、だからポエティックの展示の写真っていうのはまたこの感じ違う風にわざとしてるからそうですね、うん、そうですねなんかある意味その熊谷さんの 100% 脳内で巻き起こったことがちゃんと、うん、あの出ているので、まあ、これをどうピックアップしても熊谷さんにしかならないだろうなと思いました、うん、であの1枚増えてた写真じゃないですか1枚増えてた ね、はいうん、まあ、ねあれのおかげで、うん、あ違う写真集だったってなるあれがめっちゃ良かったです入り戻しがね、はい、あれがめっちゃ良かったです、うん、それはさ1枚増やしたかったんだよねそこ、まあ、あと縦位置写真4枚をなくした全部横位置にしたうん、っていうこととかはあそれはリフォームするからいいじゃんここもう全部ぶっ壊すよここはっていう感じの気持ちだよね、うん、はい、ここはい、やっとこう、うん、目がってなりましたあれあんまりやりすぎるとこうなんかうーんって感じになるんだけど、はい、そこの加減、はい、加減が一番難しかったねどこまで行く？どこまで、はい、どこまで行っちゃうの？これはっていうのを、はい、また戻さないと
手本からどんどん外れすぎなんじゃないのっていう感じになるから。あ、もう 今またヒント言っちゃいました、うん、熊谷さんが手本から離れすぎ、うんうん、だからそれは距離感写真、はい、写ってる写真の距離感も、はい、そこはこれ冒険すぎるよなっていう感じを入れるのか、うんうん、そうではないのか、うんうん、マイハウスの距離感も冒険してないし、うん、リフォームはそこをそのまま周到しないといけないと思ったのね。なるほど、うん、そこを外すと踏み外すと結構やばいかなっていう危機感はあった。距離感を変えてしまうと、なんかそのずっと見てるとものすごい違和感になってくるね、はい、そのページだけ。確かに、うん、だからそれはやんなかった。それは別の本でやればいいっていう。確かに、うん、あの目の喜びのためには、うん、主語的な写真と述語的な写真と動詞的な写真と句読点の写真と丸の写真、うん、あと点点点点っていう写真がちゃんと並んでまして、うん、もし今みんなあの動画あの画面先の皆さんでこれを持ってる方いらっしゃったらもう一回開いてほしいんですけど、よく見るとちゃんと文章になってるんですよ。文章ね、これ主語の、うん、これ主語だ、うん、これ述語、接続詞で、うん、点点点言い出したぞ、うん、あ丸ねみたいな、その並びがめっちゃよくって、うん、まあ、こういうそういうことなんだろうなと思います、うんうん、これはさ手本がないからど目の喜びはさ、はい、自分の好きなところに置けるわけよ。あ、そうなんです、うん、そうなんです。リフォームはさ、すっすごい、あ、なんか俺変なことやったかなって最初思ったんだ、途中で。はまたヒント言っちゃった、うん、はい、あれこれ入っちゃいけないとこかなっていう感じはあったけど、はい、でも編集ってなんだろうっていうふうにもうそれがベースとしてあったから、はい、あ、なんかこれはちょっとちゃんとやんないといけない、ちゃんとやんないといけないなっていうか、あ、どうやってイメージを残しつつ更新するのかっていうのをすごい考えた。めっちゃいい、うん、めっちゃナイスなタイミングでナイスなコメントが来ました。あ、読みます、うん、思い切ってリフォームはしてるけど、うん、これってもはや新築じゃんってならないようにした感じですか。うん、うん、そういうこと。ナイスなコメント、うん、やりすぎるとね、これ100点ですね、うん、このコメント、うん、はい、昔の名残が何もねえじゃんここはっていうさまあ全部ぶっ壊してとか骨だけ残して、はい、まあそういうのはあるじゃん建物は ね、 でもなんかそれだと嫌なんだよね、うんうん、匂いっていうかさ、まあ例えば柱に傷がついてたのはそのままにしておくとかさ、はい、あんじゃん、はい、なんかそういう感じ、はいはい、うん、重要です、うん、重要です。それこそあれ記録であり記録でありっていう写真、うん、静止画にできる楽しみなところではあるので、うん、でもこれはもうこういう仕事はやんないね、もうリフォームみたいなやつはね。そうですね、うん、ちょっとこれをやるともう、うん、アーウィット先生みたいにもうずっとアーウィット先生になっちゃうので、うん、また違うことやるよ。そうですね、うん、はい、あのアーウィット先生的な面白さではあるんですけども、うん、あのもうあの熊谷誠二が熊谷誠二を喋り出すぞみたいな面白さはあるので、うんうん、そうね、前だったら例えば、はい、うん、誰かを手本、まあソウルライターを手本として一、うんうん、リトルシングの5を作るとか、うんうん、今回は手本が自分だから、はい、それが面白かったです、うん、ここから何出すんだろうと思ってすごい楽しくなっちゃったんですよ、うん、だからそういう意味でもやばいところに入ってしまったかなっていうのはそこではあるでもそこをやらないといけないよなっていう。そうですね、うん、だからこそなんか今その、うん、あのチェキ写真撮影会とか、うん、その暗室ワークを若い写真家さんとか、うん、いろんな写真家さんに教えたりだとか、うん、なんかその教えるってこともやりだした数年だし、うん、まあ、そういうところからちゃんと自分を置いておくことを教え出したんだなと思って、うんうん、そうね、こからまた楽しみだなと思って、うん、で、まあ、来年の、うんうん、来年の1月7日千葉県、千葉県これ言うてた、
やつですか。そう大きい倉庫、うん、大きい倉庫でやるやつですね、うん、で図書室を1個作って、はい、そこに本いっぱい並べて、まあ未発表のやつもいっぱい出すし、やば、2022年1月7日から1月30日、うん、1ヶ月くらい、金土日しか、あと祝日か、金土日祝日しかやってなくて、うん、名付かり、名付かりウェアハウス、ウェアハウス、うん、大きい倉庫、あのこの DM あのお店に置いておきますので、うん、あとはこれ熊谷さんから広告が出る、こうだからバイヤーバイヤーバー、あー割れるそれで笑ってるの熊谷さんぐらいですよ今2枚持っていかないでね、まあいいけどさ、確かにそれはやめてください黒崎はもちろん持ち出しますけど2枚それはダメでした、うん、昨日もなんか2枚持っていくやつ、あそういう風になっちまうかと思って、そこは考えてなかったまあいいけどねおなんかいろいろコメントが来てます、うん、見たいと思っていて、うん、見て楽しんで、うん、手に持ちたいと思うけどそれで良いなと、うん、っていうコメントが来てます、見たいと思っていて見て楽しんで持ちたいと思って手に持ちたいと思うけどそれで良いなと、なマイハウス比較ありきって楽しくないかなって、いや最初はリフォームかマイハウス単体、うん、単体で行って、うん、そこで、はい、気に食わなかったら買わなくていいよ、そのリフォーム買って、うん、買ってマイハウス行きたかったら行けばいいし、はい、まあ、逆もしかりで、はい、あこれはこれでもういいやというふうになったら買わなくていいぐらいな感じ、買わなくていいってますけど、うん、俺は、うん、でもそれは、うん、それは反対です、うん、うん、初めてなんていうんですか、映画もそうですけど1の方が好きだな、2の方が好きだったんですか、出た2は絶対ダメだからみたいなあるじゃないですか、うんうん、なかったです、なかったよね、全然なかったです、それはないよ、ね、どっちが好きとかないわと思った、うんうん、そうね、はい、好きとかの世界じゃないからね、はい、でも、うん、めっちゃ本当にぐんもう言葉にならないんですけど、うん、この同時開けした時の、うん、同時にこうページをめくってた時の、うん、楽しさたるや、うんうんうん、俺もうずっと楽しんでたもんこうやってあの作ってる途中のやつね、あなんで最初からそこ行っちゃったんだろうっていうぐらいすごい楽しかったんですよ、でもさ抑えきれなかった、その選んだ写真の裏には膨大な写真があんねん、はい、そうですよね、ああどれにしようかってさ、だから1個いじると全部変わってくんねん、はい、次のページとか、まあ最大4つの組み合わせで見ていくんだけど、はい、で次に行くでしょ、はい、次に行くでしょ、でここを変える1個変えるってなると、はい、マイハウスは動かないから、はい、リフォームの中が全部変わってくるね、そうですね、うん、だってこうしただけっていう写真もあるじゃないですか、うんうん、こうしただけっていう写真もあるじゃないですか、うんうんうん、あるある、それはあえてそうしてるから、うんあうん、そういうのも入れた方がいいよなっていうさ、いろんなパターン、うん、どれだけ離れていいのか、はい、これは近い方がいいなとかさ、いやマジ、うん、本当ちょっとね、本当にもうなんていうんですか、もう大丈夫です、安心してください、2冊買ってください嘘だと思って買ってくださいって感じです、あまあまあそうね、はい、黒崎さんの立場としては、はい、まあそうだし、その写真集を見た見解として、はい、それはそうだと思う、あそか売り上げを考えなきゃいけないですね、すみませんそんなこと全く考えない、いやいやそうじゃなくて、まあ、本屋という役割じゃんここはね、はい、うん、でも、はい、なんだろうね、はい、俺はどっちでもいいや、はい、やっぱり、うん、はい、うん、どっちでもいいっていうか、うん、だって言ってることは変わらないですよ、いつそれに気づくかっていうことの方が俺は大事だから、2ページ目で気づきました、もう1ページ目で気づきました、1枚目でもう1枚目の作品で分かっちゃいました、うんうん、だからなんかこう自分の中にフィットするっていうことを大事にしてほしいんだよね、本を見るとか、はい、写真を見るっていうさ、はい、そこが一番大事だから、はい、それはなんかすごい思うかな、はい、自分も全部の全部っていうか、自分が欲しい、まあ、ギリとかさ、はい、誰かのやつが欲しいってなったらやっぱり買う理由ってそこだもんね、確
確かに、うん、もうこの写真のために買うよこれはっていう感じだもんね、はい、1枚あればいいじゃんっていうさ。そうですね、うん、でも本当に熊谷誠治特本でいいかもっていうぐらい、うんうんうん、熊谷誠治知りたかったらどっちか買えば大丈夫だよみたいな言いたくなる写真集でもあるので、うんうん、まあ読本っぽいな。はい、読本っぽいです、うん、これぞ熊谷誠治みたいな、うんうん、今のこのこれこのマイハウスからのここまでの出来上がってた写真集って、うん、無理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 みたいな私的な熊谷誠治さんっていうイメージが出雲の八百万神様に入る一人なんですけど、うん、ちょっと神様世界がちょっとつまらなすぎていつも同じ話してんなみたいな、うん、つまらなすぎて、うん、俗 の, この人間界にちょっと遊びに来ちゃったら、うん、俗が楽しくなっちゃって神様な中身神様なんですけどもうその外側の器の俗感と、うん、このなんかもう俗にまみれた感じが楽しすぎちゃってああもうずっと人間界にいらっしゃる神様ってイメージなんですけど、ああそういう感じなんだ。あ、そうなんです、うん、なのでこのマイハウスからこのリフォームまで作ったものって、うん、無理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 神様それまで人間はできないからって言いたくなる写真集がちょっと多かったんですけど、うんうん、でもなんかちょっとここでグンとまだそうね。だからテキストもすっごい分かりやすくしといたしね、はい、マイハウス以上に分かりやすくしといた、はい、分かりやすかったです、うん、めっちゃ分かりやすかったです。だってマイハウスの時マジちょっとなんかその写真集の説明のところとの文章とやりたいこととこの一冊でやりたいことの文章と中に入ってる文章がマジでちょっと矛盾だらけすぎて、うんうん、どこ言いたいのって感じだった。それこも矛盾してていいんだわ、はい、っていうのも写真の表れだから、はいはい、うん、でこの2013年から2021年でここまでうわーってなります、うんすごい楽しかったです、ね、本当に楽しかったです。楽しんでいただけてもう大興奮の黒崎さん、あ、すいません、なんかもうベラッペラベラッペラ喋ってすいません、うん、いいんだよ全然いつも通りだよ。そうです、これいつも通りなんです、うん、だいたいこんな感じで喋ってるよね。はい、いつもご来店いただいた時はもうはいっつって質問しまくってるんですけどそうだね、はい、うん、リフォームはもう販売開始、うん、はい、うちのお店でも販売を開始します、うん、でマイハウスも同じタイミングでこの2つを同時発売し始めます。でマイハウスがこの値段定価のままで3300円、でリフォームが4400円で販売をします。まあ、どっちかでもいいですし、まあ、マイハウスはもうお持ちの方はリフォームで見て、うん、でもリフォームで500しか吸ってないからやば、マイハウスは1000吸ったのかな。え、うん、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、うん、ちょっと待ってください。リフォームこの箱入りのセットがあるんですけど、うんうん、これね、あ、さっきからチラチラ見てるこのなんか熊谷さんがキラ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 光ってるこの薄いピンクの桜色の箱なんですけど、この色綺麗だったね。これすごいんですよ。チェキが入ってました、うん、チェキがセットで入ってて箱入りで15,000円で販売開始をするんですけど、うん、もうちょっともう脳内がチェキが入ってる時点でもう今脳内がパーンいったんですけど、箱でも販売をします。うちも、うん、絵も描いたからさっき書いたからそれ黒崎猫にしましたもうこれは買えないです皆さん、ごめんなさい黒崎これにしました、うん、あくびしてる猫ねあくびしてちょっと待って、500部ですよねリフォーム。500部、箱入りが何個だっけ、30ぐらい、500分の何十が箱入りってことですよね。ってことは30ぐらい、20だっけ、あ、そっか、20だ、あと20で、ここに10あんだっけ、だから箱だけでも50出てるので、うん、イコール450しかあとないってことですか。そう、意味がわからないです、意味がわからないです、また、うん、450しかない、はい、なので500部じゃないんです皆さん、450部しかないんです、うん、ね、うん、セットに使ってるからね。そうですよ、うん、そうだね、うん、そういうことだ。500、うん、どころか450部だった。
私全然マイハウス持ってるんですけど、うん、そうだよね、アジサイもらっているので、うん、まあ、その特装版持ってるもんね、はい、それをかその特装版を持ってるっていう、うん、それ100個作ったんだよね、はい、特装版も持ってるっていうなんかちょっと恐ろしい展開なんですけど、うん、箱入りが欲しいですし、このマイハウスを自分で買った時の2013年の楽しい思い出はそのままにしておきたいので、うん、今日はこの記憶がちょっとこの対談をさせていただいた記憶が嬉しすぎるので、これはこれで買いたいと思いますので、うんうんうん、お家にマイハウスが、3冊あでもコーナー持ってる子4冊くらいかもしれないですよいいね、そういう人はね、はい、うん、大事だね、もうルンルンで、うん、うん、見ようと思ってます。なんかこの本なんか昨日さポエティックでお客さんでさ、はい、なんか買ったんだけど、はい、写真集なんか買ったんだけど、はい、家にあったわって持って帰ってた人がいたんだけど、はい、うん、なんかそういう感じいい、いいと思うでそれは誰かにあげるとかねそうですね、あげてもいいと思います、プレゼントするとかね、いいと思います、うん、それなんか素敵なプレゼントじゃない、いいです、うん、いいです、うん、めっちゃいいです、あげないですけど私絶対あげないけどさ、絶対あげないですけど、うん、でもプレゼントはいいですね、今12月ですし、うん、あ、そうだね、はい、うん、時期的にもね、1万5000円で、うん、マイハウスが3000で、4000円、あれポエティックの展示でも発売している、ポエティックも昨日1個売れてたからあと9個しかないんじゃない、はい、やばっ、うん、12月もう全部違うから、えポエティックってもう展示やってるんですか、8からじゃない、昨日がプレビューやったんだ、あ、なるほど、うん、だからそれはまあなね、あれだから、はい、来週の水曜日からかな、8日から、うん、はい、8日から、うん、展示、うん、絶対行く、うん、絶対行きます、うん、でもポエティックでも買えるし、ギャラリーリュウリュウさんがリュウリュウでも買えるんですか、EC サイトがある、あ、うん、リュウリュウ箱入り買えないよね、買えんだっけ、今は買えないよね、はい、ああ、マルクマ本店では買えない、マルクマも買えるようにするけど箱入りは俺はやんない、なるほど、ぜひ現物を、そうですね、そうだね、このちょっと私は猫にしましたけど、なんかもうほんとちょっとなんかドアップの猫とかなんか謎の絵が多かったのででもどれに、あ、じゃこれにするかこれにするか迷ったんですけど、うん、黒崎これにしました、なんかもう昨日から猫とかいっぱい描いてたんだよね、マイハウスの一番後ろ犬なのに猫かよっていうツッコミを入れたくなったんですけど、あの絵も犬よかったですね、あれね、あ、はい、あ、あれさ村越の写真なんだけど、はい、写真集、はい、それに村越の犬で、はい、でなんかブックフェアの時にあまりに暇だったから、なんかポストカードに絵描いて遊んでたんだでそれ売ってたんだ、めっちゃストーリーで上がってますね、あ、で、はい、ケンスケから、はい、あの犬の写真を、あ、写真、絵を、写真集に入れたいから売らないでってすぐ来たんだはい、それで撮っといて、あ、そうだったんですね、うん、私本当にあのマイハウスの時に犬は単体だったじゃないですか、うんうん、あれ猫だから、猫なんですか、うん、あのマイハウスはね、あのこの、これはね、猫だからあれ、まあ、確かに熊谷さん、うん、家で展示して牧場で絵、ここの壁に絵描き始めた時も猫なのかタヌキなのか分からないやついたね、前ですか、それ、うん、なんか単体だったのにリフォームでは、うん、およ、うん、え、そういうことっていう絵になってたので、うん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 、なんかね、もっと違うやつを最初渡してたんだ、はい、でも、なんかその絵ができたからそこは健介が、あ、こっちにするっつって差し替えたの、はい、でもあれそのやっぱり出てるじゃないですか、うん、出ていくことしてるじゃないですか、うん、そうだね、はい、あ、こうだね、そうなんですよ、そうなんです、うんうんうん、だからえっと思って、あ、全然それ考えてなかった、じゃあ私の勘違い早とちりでした、いや、でもね、うーん、いいんだ、全部拾うから、そこは、あ、そういうことにするかそういうことにします、うんうん、そうなので、うん、皆さんもあの奥付けに書かれた、うん、犬猫謎の熊谷動物絵を見ていただきたいと、うん、そこまで楽しんでいただけたらめっちゃ嬉しいです、うん、ね、なんか靴下も描いたんだ、うん、靴下描いて、これ謎でした、靴下って2つで、まあ、1つの役割じゃん、はい、でもそこまでやるとちょっと嫌味かなと思ったのもあんねん、なるほど、ひねりすぎてるっていうかさ、はい、2つ持ってなきゃダメなんじゃんみたいな感じになるのも嫌だなと思って、なるほど、絵は渡してるけど、まあこれはないだろうなっていう、なるほど、うん、意味がありすぎるっていうかさ、なるほど、うん、
まんまとまた驚された黒崎です、うん、はい、まあ、目の喜びのためにもあの当店ございますので、ぜひもう熊谷政治写真集が今すごくいっぱいありますが、うん、あの覗く写真の方のイーチリトルシングもございますのでぜひ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 覗くのと描くの違いをこれで楽しんでいただければ嬉しいかと思いますね、うん、ほらこの箱セット2つで覗くと描く見れるってすごくないですか、ね、なんかやり始めちゃう、遊び始めちゃう、なんか動く動く熊谷動く熊谷を楽しむ、その隣の猫もやばくないですかね、うん、猫も動く、怖い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 、こっちでこっち写真言うてますから、うんうん、あそうだね、こっち写真言うてますから、それもやったの、うん、これ写真言うてますから、うん、写真のやつも変えたからそのセットにし、あ違うリフォームです、リフォーム、これリフォームになってるやつです、あーリフォームにしたんだ、はい、リフォームになってるんです、これあの熊谷さんがうちで展示した時に等身大を描き始めた絵からスタートしました、ね、うん、あそうだね、それ以来ここから始まったんだ、それ以来ずーっとこれを描きてるのでめっちゃ気に入ったんだなと思って、うん、一人でいつも笑って、うん、ずっと描いてますよね、うん、最近あんまり描いてなかったから、うんうん、写真って描かないでリフォームにしといた、ぜひ、うん、500分の50セットが箱入りで、あと残りポエティックさんが10でうちで10で、黒崎も1冊買っちゃったんでうち9冊しかありません、はい、であのチェキも入って1万5000円で販売します、ぜひうちのサイトでも近々頑張って載せるので、店頭とギャラリーリュウリュウさんの EC サイト、ポエティックスケープ丸熊本店のどこかしらで買えますので、うん、黒崎の地域これにしました、それ富山で印刷立ち会い行った時にパシパシ撮ってた、ごめんね、みんな最初に選んじゃったいいの選んじゃったえ、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます、はい、なんかあの時の空だな、これ1万5000円ってちょっとやっちゃいましたね、うん、まあうん、いいんだそれはそれで、ありがとうございます、うん、ルンルンです、すごく嬉しいです、本当ありがとうございます、いいいい、今日はこれを箱セットで買ってまた 見ます今日もなんかコメントもちょうど止まったので、うん、このぐらいでいいですかね、皆さん大丈夫ですか、質問と、次は15日風邪ポート、そうだね、木村くんが今度15日、15日の何時からだっけ、6時からだっけ、6時からやるんで、めっちゃ見ます、うん、めっちゃ見ます、うん、まあ、見ます、それは木村くんも写真家なので、安心ですか、写真、うん、あそこで暗くしてやるか、いや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 映んねえな、いや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 、うん、まあ写真家同士のなんかその、はい、今何やってんのとか、これからなどうするのとか、近況報告を、いやなんかまあまあリフォームをどう見たのかとかさ、はい、なんかそういう感じかな、はい、をやります、はい、それが15日、うん、12月15日にまたあの告知等は熊谷さんの SNS やギャラリーリュウリュウさんの SNS をご覧くださいませ。うん、で12月8からポエティックで展示、15が和平くんとトークイベント、うん、そうですか、結構目白押しだね、結構目白押しです、結構目白押しです、今日もダブルヘッダーだしな、お疲れ様です、本当1時からもう黒崎さん全部喋ってもらおうと思ってたから、絶対そうだと思って私すごい準備したんですようん、あ俺はなんかあんまり喋んなくていいなって最初にここのお店でトークイベントした時も、ね、うん、話してずっと話してていいよ、うん、みたいなトークイベントだったんで、うん、絶対それ今日も絶対それと思って、うん、大丈夫です、うん、準備してました、うんうん、だろうなと思ってあクラファン届くの楽しみだそうです、あそうね、届くのはいつ、うん、いつから発送、今日まで、ね、最後に一通りもう全部やったもんね、明日から発送、明日から発送だそうで、ああじゃあ早くて明後日し明後日からお手元に届くかと思いますので、うん、ねうん、何の絵なのかも楽しみしててぜひまずは単体でご覧ください、うんうん、そうね、そこは大事ね、これはやるのって私のミスを皆さん犯さないようにお気をつけくださいませ、うんうん、本当に、はあ、本当にもう戻んないからね、本当ですよ、ああ皆さん
本当に、うん、1回だけだから。本当です、うん、最初の第一印象、初心者一番最初に見るのって1回しかないんだわ。そうなんですよ、うん、第一印象なんですよ。そこで決まるんだよね、何かが。あ、これ欲しいとかさ。もう写真集3回味が変わるって自分で言ってるのに第一印象を逃したんです、うん、私はもう本当にすいません、うんうん、痛恨のミスだね。本当痛恨どころか、うん、本当一生涯の後悔だと思います。一生記憶してると思います、自分で。あん時なってはい、本当にまあこんな感じで、うん、皆さん本当に夜明日からお仕事だというのにお付き合いいただきまして、24人もありがとうございました、うんうん。これはこの動画は、後ほどちょっといつかっていうのがちょっと予定はまだ未定なんですけども、編集して改めてギャラリーリュウリュウさんの YouTube に編集されたものが上がるそうなので、ね、うん、今日ちょっとなんかこの回線等でブチブチ切れていたかもしれませんが、うん、綺麗な、うん、綺麗な動画をまた上げる予定だそうなので、ぜひまた2度も3度ももう一回写真集届いてから、うん、あ、そうね、また見ていただければなと思いますので、うんうん、はい、ぜひ、うん、ぜひ、うん、何個も見ていただければと思います、ね、うん、ありがとうございます、うん、今日は本当に長い時間ありがとうございました。この感じでいいですか。いいよ、ね、ありがとうございます、はい、気をつけて、さようなら。